皆さん、おはようございます。竹戸宇宙総学館です。本日オープニングを務めさせていただきます。ただいまの演奏は、わらべ歌といいまして、皆さんおなじみの、3曲を続けてメドレーで演奏させていただきました。すっかり、涼しくなって秋が感じられるようになって、こういった季節にぴったりの曲ではなかったんでしょうか。じゃあ続きまして演奏する曲は、花見月という曲です。日本中で、たくさん歌われておりますので、皆さんご存じの方もおられるかと思います。オープニングは美しいオーボエのソロで引き続きまして、ユーフォニウムの綺麗な旋律からスタートいたします。どうぞお聴きください。Thank you.
ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。続きましては、パプリカという曲を演奏させていただきます。これは NHK の2020年応援ソングということで、オリンピックも来年始まりますので、そういったところで、日本を元気づけようということで、小学生による、5人のユニットで、話題になっているかと思います。雰囲気はガラッと変わりまして、元気に明るく楽しく演奏をさせていただきたいと思います。それではどうぞお聴きください。Thank you.
ございました。パプリカいかがだったでしょうか。いよいよもう最後の曲になってしまいました。カンタービレコレクションという曲を演奏します。カンタービレというのは、のだめカンタービレという、アニメとか、ドラマとかで、皆さんおなじみだと思いますが、そこで何回も登場した曲を4曲セレクトして演奏させていただきます。まず最初にチャイコフスキーの第10曲1812年の冒頭から始まって、ベートーベンの7番の第1楽章の有名な旋律、それが終わりましたらこのラヴェルのボレロで、エドワード・エルガーのエニグマ変奏曲の美しい旋律で、最後はまた1812年の華々しく大勝利を収めるという部分で構成されております。では、しっかり最後まで演奏を聴いてまいりましたのでお聴きください。よろしくお願いします。Thank you.
いらっしゃるのではないでしょうか。本日はご来場いただきましてありがとうございます。竹豊吹奏楽団の皆様のさまざまなジャンルの、ね、曲で、演奏していただきましたオープニングを飾っていただきました。さあ、それではただいまより第20回竹豊町文化協会芸能祭を始めさせていただきます。私、司会進行を務めさせていただきます。もう何回目になるでしょうかね。この地域のですね、CCNC、ケーブルテレビでニュースを担当させていただいております。あとは東海地区でいろんなところで司会をしておりまして、あとはね、たまに知多半島をロードバイク、自転車で一周したりとかして遊んでますので、皆さん見つけたらぜひよろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。表店の私ここだけなんで、あとは陰からマイクで喋りますので、声だけお聞きいただければと思います。さあ、それでは開催に先立ちまして、主催を代表し竹豊町